肉。コーンフレークしてきた。意見を聞いただけでしょ。いい引用になるもん。あ、なんかバイパーいつもいる。人のプライベートは詮索しないと学んだらどうだ。あらあら、噂をすれば。戻ってきたか。あ、息子は一緒じゃないのか。いるわけねえ。えらい目だったぞ、バカスケは。チュート、うん、気の毒だった。インスティチュート。おかげで事件はさらに複雑になった。冗談じゃないんだよ。ニックは人造人間だけど、彼でさえどうやって入るのかは知らないんだ。人造人間で知っているやつは、もう一本ビール飲みたいな。セキュリティプロトコルでその記憶を消されてしまうんだ。勝利の美酒だよ。あ、方法を探す。方法があるよ、きっと。君の悪い来た日のようにはっきりと蘇らせてくれる。死んだ脳に記憶に隠れた心を歌わせることができる人がいるとしたら、ドクターアマリだ。そう、実質カロリーゼロだよ。ドクターアマリとは何者なんだ。彼女の反省は直接語らせる。あまり知らないんです。今はこっちに集中しよう。ダメか。ケロクの脳の一部が必要になると思う。十分な量の開発室をあまりに持って行って、これがうまくいくかどうか確かめてみよう。まいったな、ニック。気持ち悪い。脳みそ持ってこいって頭打っちゃったけど。嫌な話なのは承知だが、他に選択肢があるか。何の手がかりもない。全くだ。あの傭兵の脳に知りたい秘密が全て詰まってるかもしれないんだぞ。あ、持ってるとか言ってみよう。すでにあるものを持ってる。ケロクはこれを持ってた。なんか手に入れたっけ。頭の中。なんか拾ったっけ。連打したけど。宝くじに当たるか。サイバネティクス。このドッピな脳の話に乗るかどうかはともかく、全員で連邦中を駆け回るわけにいかない。そんなの取ったっけ。で、誰が一緒に行くの。持ってるって嘘ついた。ドクターアマリに紹介するなら、どっちにしろメモリーデンに行かなきゃならない。だが一緒に行きたいならそう言ってくれ。じゃあ一緒に行こう。ニック行こう。じゃあ行くか。あ、いた、ニック。ニック行こう。なんかさ、ニックさ、時々ああいう風になっちゃうけど。でもバイバイして。こっちか。よしよし。ケロクピストル装備してて、あんまり弾がないのか。じゃあ10ミリ、こっち使いにくかったんだよね。ねえねえ、あれがいない。おっち、なんだあれは。ってわしが聞きたいよ。あ、なんかグッドネイバーって書いてある。開けよ開けよ。入ろ入ろ。入ってたよ。わかったわかった。入れた。探偵ね。あ、フィン。また愛人のところに逃げた。わがままな夫を追いかけて。ビールはね。ビールはザルみたいなんだけどさ。誰かに約束を。ちょっとでもあの焼酎とか飲んじゃうと。出すつもりか。リッチは寝てしまいます。お家帰りますって。新しい見習い探偵か。なんか髪の毛ない人多い。そうだ。なんか一緒に仕事をしているんだ。本当か。お仕事中です。いいな。ここで名探偵のパートナー向けの保険をまたハゲか。してたんだ。その友人を揺すろうとして口論してるわけ。あ、なんか。また会えてる。あ、ちょっと待って。では言わせてもらおうか。喧嘩してんの？ああ。どこかに行ってそう言ってみたらどうだ。あらあら、一緒にやったみたいになってる。大丈夫か、兄ちゃん。あばば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 ば。場所だ、わかるか。誰でも怖い。グールだよ、顔が。ああ、わかった。それはいい。帰ります。落ち着いていろ。顔怖いもん。この辺りの一員になれる。レイズしないよ。あいつわしからお金取ろうとしてたもん。やだよ。あ、メモリー電ってこれだね。頼もう。
したらダメージ与える。もうアンデッド、アンデッドじゃん。タバコを自動販売機使っても犯罪者か。あ、ちょっと勝手にもう先に。たとえメモリー電から出て行ったとしても君を忘れることはないよ、イルマ。まあ、あまりはしたよ。あまりを探してるの？下にいるわよ。あまりは下？あまりとイルマ？行くよ来るよみたいな。キッチーはね、いつ膝に乗せてくれるのみたいな。どやさだよ。あ、記憶の。あ、わかんないからニックお願い。記憶を掘り起こしたいんだ、あまり。だが簡単じゃない。悪党ケロッグは説明はだいたい一緒にいる人にお任せすることになっている。死体の冒涜を依頼していることを別にしても、記憶シミュレーターを機能させるには無傷の生きている脳が必要だってことは分かってるわよね。うまくやる方法はないの？なんか方法は？この死んだ脳にはインスティチュートの知識が詰まってるんだ、あまり。連邦最大の科学の秘密がそっちにも必要だろうし、こっちも必要としている。アバレンタイン、こうしようか。え、怖い怖い。腰よりでごま塩頭の傭兵みたいにまくし立てたら俺を止めてくれ。ごま塩頭の傭兵だってと。ミスターバレンタイン、ずっと話していてほしい。なんか直で脳みそ見えそうだもんね、これね。どう、何か違う感覚がある。チカチカする。何してんの？どういうことかさっぱりわからないドクター。これは怖い。記憶の痕跡が凍ってるわけ。彼はホストとして機能し、その間にあなたの意識が何であれ見つかった記憶を通り抜ける。ほうほう、やろう。始めよう。よくわからんが。そして指をクロスさせて祈ってね。指をクロスさせて祈るの？向こう側で会おう。向こう側で？え？移植のVR 的な？の信号が出てる。弱いけれど。ちょめちょめとか。一番強い記憶をあなたに読み込ませる。すっごい久しぶりに聞いたよ。安定しないかも。待ってて。なんか子供の時とか。聞いたらさ、なんかいけないことだって本能的にわかるやつ。目覚めたらドラえもんか。のび太助けなきゃいけない。よかった。あ、シミュレーションがうまくいきそう。 VR、 VR 来た。ケロックの記憶を探る。これから無傷の記憶に踏み込んでもらうわ。インスティチュートの場所につながる手がかりが見つかるといいんだけど。あ、動くぞ。なる。だから最初は混乱するかもしれない。本題欲しいな。あの頃はそれぐらいバカだった。世界の仕組みの一体何を知っていたのか。よし、金儲けだな。今考えるとコケロック親父を殺して欲しかったんだと思う。耳を傾けちゃダメ。そんなことを教えているんだったらもう学校に行かせないよ。学校に行かせないよとか言う私はダメだよ。親父は寝たんじゃねえのか。出かけんの？聞きなさい、コニー。これを持っていて。あ、もう大きくなったから。銃だ。もう我が家の家長はお前だよ。家族を守る。あんなロケット柄の全身タイツみたいなパジャマ着た子供に。だがお前は父さんのようにはならない。いい子だからね。ラジオで言ってることも無駄話だ。いい子。この世界でお前を守ってくれる唯一のものはその手にある銃だけだ。生き残りたい。その使い方を学ばないとね。あ、困るね。あ、2080か。わし生きてるかな。そのうちわかる。生きてるかもしれんけど、わかんないな。こんな動き回れない。頼むよサラ。チャンスをくれないか。あ、自分ってことはこれがケロックってこと？ケロック髪の毛あるよ。おでこちょっと広めだけど。間違いだって言ってるわけじゃない。あ、仕事のほとんどは社員の警備だ。こわもてに見せて立っているのが大変だ。スマキの赤ちゃん。赤さん。ここでの暮らしは素晴らしいものになる。結構大人っぽい感じの。わかるだろう。
この仕事がお前とメアリーを守り続けるんだ。ああ。分かってる、コニー。だんだん近づいているみたい。次のを試して。次の、あっちか。よし、任せろ、あまり。あまり行きたくはないけど。頑張るよ、なんてね。目に余って。やめてもらいたいのです。あ、金をもらって頼まれたことをしているだけだ。そうだぞ。それが問題って言うなら、解決法は一つだけだ。で、それは何、ミスターケロック。なんか運転してて面白いとかそういうのがあるんだね。私は自転車だからさ、あまりそうかそういうのないけど。ああ、車を運転できたら面白いんだろうな。B748 起動。あ、強っ。ケロッグピストルかな。あらららら、ら、おい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 、それなら話し合うべき案件があるかもしれないわ。あ、ね、ちょっとビビってんじゃないわよ。このうちの一つが何かを教えてくれるはず。こっちか。正確なところは、あ、さらったとか言ってるから、もしかして銃を下ろせばか。あ、これこいつだな。ほら、これわしか。残った奴らをなぜ再凍結しなかったのか分からない。違うよね、そうだっけ。だが命令は命令だ。上はやり残しが多くなることを嫌がったのではないかと思う。生き残るべきでなかった人間が生き残ってしまったのは。予備被験者だって。開けてくれ。その時でさえ彼を生かしておくのは間違いだと分かっていた。その手の復讐は誰よりも理解していた。ああ、八の字眉毛のわしかい。だがその時は戦前のやわなボルト居住者なんか対処できるとうぬぼれていた。たとえ彼がどうにかして怖い顔して赤さん持ってる奥さん。少なくともインスティチュートの奴らがもうすぐ期待しているものを手にするのは分かっている。あの子を殺さずに済んでよかった。子供を殺した経験がないとは言わないが、喜んでやったことはない。そっか。赤ん坊を見て彼女のことを思い出したみたいだ。俺は冷酷なろくでなしだが人間なんだ。それでも人間なんだ。僕はケロックだが、これでよかった。人間です。彼女の子をさらって彼女を生かしておくよりも。本当かい。ここに待って。いい子ね。この子は私が。赤ん坊を離せ。一度しか言わないぞ。ああ。渡さないわ。ああ。ほら。そして。あらららら。わしね、免許ないのよ。あ。低音システム。バックアップ。再起動。わしね、車乗んないんですよ。ほぼ終わりだ、ケロック。あとは確認だけ。よし。もう大丈夫だ。わしの子供か、本当かい。あれをまた体験する。赤さん。ごめんなさい。どうすんだろう。これ見てればいいの？ケロック。あ、ちょっと待って、何？あ、怖っ。いつかお前も自分の頭を吹き飛ばされて、こんな風にここに押しかける。一般市民への怖い怖い。最小限に抑えることが最優先です。俺が何を言ったにせよ忘れてくれ。それで今度の大きな危機とは何なんだ。新しい命令です。近い。私たちの科学者の一人がインスティチュートを去りました。怖い怖い。去ったとは。寝返りました。ブライアン・バージルという名前です。ブライアン・バージル。輝きの海のどこかに隠れているのは分かっています。輝きの海。彼のファイルです。これはこれは。雪ちらついてた。本当やっぱ寒いんだね。今日と明日寒いんだよね。私こたつをしまわなくていいのがすごく嬉しいなと思ったけど。排除です。
彼は非常に機密性の高い。いつまで出しておけるかな。毎年なんかゴールデンウィークまで出しておいちゃダメかなとか思うんだけど、さすがにさ、昨日みたいな暑い日があったりとか多くするとしまわなきゃいけないよなと思って。こたつでね、ゲームやった後倒れて寝ちゃうのが何より幸せなんだよ。排除することです。ケロッカーバージル倒しに、ああそっか、だからなんかさっきのなんとか砦がどうのとかそうなのかな。わかった。お、ショーン、ショーン、ショーン、わしに似てわしには似てないわしはボーダーのシャツは着せない。さよならミスターケロッグ、いつかまた会おうね。え、ああ、さよなら。テレポーテーション、それで全て分かった。寒かったよね、外ね。インスティチュートの入り口を見つけた人がいないのは入り口がないからなのよ。私も明日買ってこよう。また接続を終わらせる。なくなっちゃう。準備ができ次第。お、終わりか。寝たしたままにしたいよ。どんな副作用、こたつはつけなくてもさ。これまで誰もやったことがない。こたつは本当にいいよ。大丈夫だ。大丈夫。ありがとう。よかった。超余裕。でも自分で引き続きチェックして、長期的なダメージがないことを確認しないと、ね。スティムパック入ってんじゃない？何があったか話す気になった。必要な情報は。テレポーテーションだよ。インスティチュートはデイリーにテレポーテーションを使っている。そう。テレポーテーションって。彼らの最大の秘密がついに明らかになったのね。だけど疑問が増えるばかり。どういう仕組み？次はどこへ行けばいいの？そうだよな。ケロックが追いかけることになっていた科学者であるバージル、あいつを見つけなければ。その通り。裏切り者のインスティチュートが探す。正解。あらゆる質問に答えられるはず。彼のもっと多くてもいい。密閉できる環境を見つけられれば最高ね。あるいは、あ、パワーアーマーは持ってるよ。あれなら完璧ね。ごめんね、あまり。放射能を抜ける方法を見つける。心配するな。幸運を祈るわ。嘘。ところでパワーマー来ていろいろ、あ、経験っていっぱいだよ。あ、バレたい。そっか、忘れてた、ニックのこと。あ、バージルを見つける。持ってっていい？持ってくね。